西武ライオンズでは2001年の西武ライオンズの動向をまとめる。この年の西武ライオンズは東を治む監督の7年目のシーズンである。1999年から2年間続いた打線の品打を解消すべく、一昨年まで近鉄の監督だった佐々木京介ヘッド剣打撃コーチが新しく就任。また、 もう一人の打撃コーチとして、東尾監督のかつてのチームメイトだった金森英二が就任し、2000年に野村克也監督の下で、阪神の一軍守備、総類総合コーチコーチを務めた伊原春樹が、東尾の次期監督含みとして一軍作戦権、守備総類コーチとして西部に帰ってくるなど、コーチ陣を一新。また外国人をアレックス・カブレラとスコット・マクレーンに一新し、 打撃陣を強化。打線強化には成功したチームだが開幕ダッシュには遠く6月まで5位と不本意な成績が続いた。しかし7月以降も反撃して近鉄やダイエー三つどもいの戦いとなるが終盤で息切れ。投手陣は松坂大輔や西口文也ら先発陣の活躍、そしてこの年から抑えに回った。 豊田清志らのリリーフ陣が健在でチーム防御率は3.88で1位だった。打撃陣でもカブレラ・マクレーンの加入でチーム本塁打はリーグ3位の184本と上昇し松井和夫や尾関達也など俊足選手が走りまくり111、盗塁もリーグ1位だった。しかし打点がリーグ4位で打率もリーグ5位と若干低めに終わった。 この年限りで、東尾監督が優退し、伊原新監督が就任する。シーズン終了後、佐々木ヘッド剣打撃コーチも、東尾監督優退と共に去り中日の一、軍ヘッド剣打撃コーチとなった。ありがとうございます。